プニプニ。何あげてるのよ。そんなのあげちゃダメなの。そういう問題じゃないってば。別にゆえが食べたいから言ってるわけじゃないの。猫はガム食べないの。特に妊娠中のこの子にそんなものあげないでほしいの。わかった？あとガムは全然別次元の食べ物でしょ。それは歯がないだけだってば。嫌がってるの。ねえ、そう、いじめられちゃったんですか？まあ、かわいそうですね。よしよし。よしよし、よしよし、もう大丈夫でちゅからね。大丈夫でちゅよ。よしよし。変な男から守ってくれてありがとうって言ったんだと思うよ。
ちょうだい。あー、ひょっとして食べちゃったんでしょう。トモヤ、俺だ俺。今暇か？あ、ちょっと待てよ。来週のテストお前どうするんだ？あるがままって相変わらずすごいなそれ。分かってないな。中間テストなんかさ、出るとこ決まってんだからそこだけ覚えればいいじゃないか。俺も知らん。そこでだ。これから図書室で共同戦線を張らないかという。2.5 バカってなんだ。ISO？ なんだそれ。よく知ってるな。わかったよ。で、図書室に行くのか行かないのか。じゃあ1時に住空駅前でいいな。遅刻すんなよな。じゃあな。
まあまあ、10分は誤差範囲だろ。おい、あそこにしようぜ。おい、何ぼんやりしてんだ？これか？これはな、普通の紙もルーズリーフのようにしてしまう文明の利器があるのだよ。すげえだろそれ。これがあれば何でもファイルできるんだぜ。ん？商店街の文房具屋で見つけたんだ。さて、俺はそろそろ帰るぜ。お前はどうすんだ？じゃあ、俺はここで。お前はあれ買いに行くんだろ？いや、ほら、なんか物欲しそうな顔してたからな。ああ、バッチリと。ま、俺は帰るからな。じゃあな。おう。
くんじゃない。どうしたの、こんなところで。こんなところってわけでもないか、学校の近所だもんね。こんにちは。で、どうしたの。勉強するんだ、偉いじゃない。あ、これこれは格的にあげるひまわりの種なの。ハムスター、ジャンガリアンハムスターの格的くんがいるの。ナブルちゃんもいるよ。こっちはロボロフスキーなんだけど、今度見せてあげるね。まあまあそのうち。ところでトモヤくんは何を買いに来たの。え、トモヤくん自炊するんだ。何それ、体に悪いよ。そっか。ご飯作ってあげよっか。今日はこの後用事があるからダメだけど、明日以降ならいいよ。また今度。よかった。じゃあまた今度ね。頑張っちゃおうかな。
休憩にしよう。じゃあ絶対乗らなかったと思うよ。智也が一緒だったからね。あ、それよりさ、これからどうするの？
時間に遅れちゃったんだけどね。お弁当？いいよ、私もお腹空いちゃったし。があるから期待していいよ。ねえ、あっちで食べない？実はね、今日はトモヤの好きなもの入れたんだけど、わかった。さすがにサンドイッチにたくあんは挟まないと思うけど、本当にわからないの？じゃあ行ってみてよ。あったり。だってトモヤ、唐揚げ好きでしょ？ん？どうしたの？それじゃあ、ご飯も食べたし、次、あのフリーフォールに行こっか。